三大島のヤシグアヤス県は、エクアドルの県である。県は西にマナビ県、サンタ、エレーナ県及び、太平洋、東に、チンボラソ県、カニャール県、アスアイ県、北に、ロスリオス県、ボリーバル県、南に、エルオロ県、太平洋と接する。人口300万人以上を抱えており、エクアドルの県で最多である。面積はエクアドルで4番目に大きい。 国内最大の都市、グアヤキルも県内に位置する。グアヤス県の自然の地形は非常に多様である。県にはグアヤキルに始まりマナビ県まで続く海岸山脈を除き高台が存在しない。海岸山脈の西側の地域は砂漠となっており、平均気温は摂氏23度。山脈の東側はグアヤス川の流域である。特に県の北部では、 非常に湿度が高く肥沃であり、平均気温が、雨季には摂氏30度、寒季には摂氏25度である。県で最も重要な川であるダウレ川は、同様に北から流れるババオヨ川と合流し、グアヤス川を形成する。県は、アンデス山脈異性の南アメリカで最大の流域を持つ、この川の一部である。グアヤス県は、独自の道路番号システムを持っている。 しかし、このシステムは多くの住民には知られておらず、きちんとは使われていない。県間道路は国のシステムで番号が完成られる。ほとんどの道路は南北に走るが、例外で東西に走る道路もある。県間道路は県で交差している。グアヤス県の先住民の文化はウアンカピーカ文化である。ヨーロッパ人のアメリカ発見前にはウアンカピーカ文化が県内にあった。 彼らは週に人口の大多数の先祖にあたる。グアヤキルは1534年8月14日に設立された。スペインの植民地の機関、グアヤキルは南アメリカで最も重要な港の一つとなる。この都市は1820年10月9日に独立し、すぐ後にグアヤキルデパートメントが設立された。これは学び圏と後に グアヤス県に改名される、グアヤキル県に成立した。グアヤキル県は、グアヤキル県は、現在のペルーのトゥンベス県や、ロスリオス県、エルオロ県の領域を含んでいた。これらの県は、1860年と1884年に、それぞれ、グアヤス県から分離した。グアヤス県は、国内で最も人口の多い県である。最近の数十年で、地方からは、 主要都市への人口流出が進んだ。都市へ移ったほとんどの移住者は水や電気が通らない貧民街を構成しグアヤキルで問題となった。グアヤス県は国内で最も人口の多い県である。2003年の県の人口の推計は約336万人である。人口の大きな割合を占めるのはスペイン人と先住民の根血である。 メスティーソであり、ついで、イタリア人、デワノン人、ドイツ人出身者の子孫が多い。県は、25の関東に分かれる。下記の表には、2001年国勢調査時点での、各軍の人口と平方メートルでの面積、軍等表記する、hat.can.sof.ecuador.statoids.com t o n。リリーブド4のオーベンバー2009。 ありがとうございます。